寄生鉢は蜂目のうち、生活史の中で、寄生生活する時期を持つものの総称である。分類学的には、八目八屋目寄生鉢下目パラシティカに属する種が、ほとんどであるが、宿り木蜂上下、聖望上下、八屋目有権下目など、別の分類群にも寄生性の種がいる。ゴキブリや生鉢、名の通りゴキブリに寄生する。 長い産卵管を持つ寄生蜂休蜜のために、コスモスの花に泊まる金毛腹長土蜂。寄生蜂は、幼虫時代に、他の生物に寄生することで餌とするが、成虫は、花の蜜を餌とする種もある。寄生蜂は、八目昆虫のうち、幼虫が、寄生生活を行う種類を指す総称である。植物に寄生するものと、動物に寄生するものがある。 分類群としては、小鉢か、コマユバ鉢か、姫鉢かなどが知られる。植物に寄生するものでは、卵は植物の組織内部に生まれることが多く、幼虫は植物組織中で成長する。植物の寄生部位は、植物ホルモンの影響により膨れて、虫コブを形成する。動物に寄生するものは、多くの場合、親鉢が寄手となる動物に直接卵を産みつける。 卵から帰った幼虫は、騎手の体を食べて成長する。寄生鉢幼虫は直ちに機種を殺すことはしないが、成長が完了する前後で機種を殺す。このことから、捕食寄生者と呼ばれる。騎手の体外に寄生するものと体内に寄生するものが、知られる。外部寄生のものは、機種の体表に、卵が産み付けられ、幼虫はその体表で生活する。 内部寄生のものは、幼虫が成熟すると、宿主の代表に出て、さなぎになるものと、内部でさなぎになるものがある。寄生として利用されるのは主に昆虫類で、そのタクモ類や、ダニ類を寄生とする種類も知られている。昆虫では卵、幼虫、さなぎ、成虫のいずれのステージも、寄生として利用されている。寄生の対象となる種は、極めて多く。 昆虫類ではほぼすべての分類群が寄生蜂による寄生を受ける。また、寄生蜂自身も多種の寄生蜂によって寄生されることがよく知られている。寄生蜂は機種の利用方法に応じて柿のように呼び分けられる。寄生蜂は寄生部位に応じて柿のように呼び分けられる。寄生蜂は機種として利用する機種のステージに応じて柿のように呼び分けられる。 動物に寄生する寄生バチは、いわゆる狩チと幼虫が、昆虫などを生きながら食べ尽くす点ではよく似ている。相違点は、典型的な狩チでは、メス親が獲物を麻酔し、それを自分が作った巣に確保する点である。その点、寄生バチは獲物を麻酔せず、また、それを運んで巣穴に隠すこともない。しかし中間的なものが存在し、 おそらく寄生チからカバチが進化したと考えられる。ありがとうございます。